どういう判決？でもさ、妻子いてさ、女遊びしてさ、隙を作ってさ、ほんで三井久志みたいにお笑いがしたいですはちょっと草だけどね。うん、まあその被害者と呼ばれる女性が言ってることがあったのかどうかっていうところが裁判なんだけど、まあ松本人志側はないって言ってるけどね。でも女遊びはしたと思うんだよね。でそれでこうなって、でしかも裁判するから芸能活動休止するわ、もう別に本人が言い出したことで、別に周りがやね、仕事辞めろとかお笑い辞めろって言ったわけでもなく、だから自分が文春にブチ切れて裁判するから休みますわっていう話よ。ほんで自分でお笑いしたいですわ、別に勝手にやりゃええやんと思うもん俺。自分でスポンサーだのなんだのいろいろ気にしたのかなんか分かんないけど、引っ込んだだけであって別にやったらええやと思うけどね。それでなんか久々つぶやいたなと思ったら、お笑いがしたいですよね。あのさ、大谷翔平だって記者会見やってんのにさ、松本人志はさ、結局さワイドナショーも出なかったしさ、記者会見もやってなくてさ、自分の肉声で何も伝えてないのにさ、ああいう X の文字上でさ、お笑いがしたいですとかがさ、なんかさ何の笑いもないしさ、微妙なんだよな、つまんない。だったら別に記者会見すりゃいいじゃん。そういうチャンスもあったのに何もしないでいて、でほんでなんか最近だってポコッと現れてクソ真面目なつぶやきとか、何の笑いでもないし、なんかおもろくない。何でもかんでも笑いにしろってわけではないけど、自分でそうしてきたのになんか今ちょっと被害者面になっちゃって、まあ分からんよ、ほんと裁判してみたらまっちゃんが被害者かもしれないけど、自分でそうしたんでしょって思う俺。仕事の件も少なくとももっといい立ち回りはあったじゃんね。事実無根ですのつぶやきからさ、まあ、結局今事実無根かって言えるかって言ったら、女性側が言ってるようなそういったことはないにしても、やっぱり女性と密会してたとかはあったわけでしょ。性的なああだねこうだねがないってだけで、まあそのファンの人とか視聴者の人とかネットの人とかが思うその事実無根っていうのは、そういう回すらないもんなんだと思ってると思うんだよ。その後輩芸人とかにアテンドお願いしてさ、なんか人呼ばしてさ、女遊びすら一切してないっていうのが多分事実無根ということだと思うんだよね。でも多分松本人志側が言ってる事実無根っていうのは、女性が言ってることが事実無根ですよってことだと思うんだけど、まあ難しいところだけども、だとしたら最初から記者会見して、女性が言ってることは事実無根なんだけど、まあそういう飲みの場はあったんだよねって言った方が話早かった気がする。とっとと喋っちゃった方が、それをなんか黙って、ほんで裁判するからいろんな人に迷惑かけるかもしれへんし休むわって言って、で今今度お笑いがやりたいですは謎くないって思うんだよね。まあ、別に俺まっちゃんのアンチじゃないんだけど、あと裁判するまで仕事しないんだったら、あのつぶやきもいらないでしょ、全部終わるまで黙っときゃよかったのに。このタイミングで笑いがしたいですとかはいるんかなと思うけどね。なんかノリとか時代でお笑い芸人とかが不器用なのにインターネットやっていいことないと思うけどな。使い方下手やん。まあ頑張ってくださいって感じだね。だってさ、ワイドなショーだってさ、自分が出てさ、ネットニュースとかに切り抜かれてさ、嫌がってたわけでしょ松本人志は。ねえ、なんかなみたいな、だからもうやめるわって話になったじゃん。ああだこうだ言われるのが嫌だからって。なのに X やってんの草じゃない。
そうやってネットにすっぱ抜かれんのが嫌だって言ってたのに X やってんのおかしいやん。矛盾してるやん。自分でそういうニュース作ってるやん。でしかもこのタイミングであのつぶやきやん。でまたニュースになるやん。ワイドナショーっていうニュース番組で出ててやってんのに自分がニュースになるっていう、ね、不思議だわ。なんか浜ちゃんのためにももうちょっとうまく立ち回ってほしいな。話変わるけど、あのアスカキララが、え、私いつブロックされたのとか言ってなんかつぶやいてたね。とある女の人のキャプってさ、なんか SNS ブロックされてたから、私いつブロックされたのって、これめっちゃ思った。そういうところだぞっていうだからだよって思う俺。うん、自分がね、ブロックされてそういうのを切り抜いて、え、いつブロックされたの、なんでとか言っちゃう、そういうところがあるからブロックされたんだと思う。だからそういうところだぞと思った、うん、そのわざわざ上げちゃうところ、配信者みたいな性格だからだと思う。でもあのアスカキララみたいな顔好きな人多いよね。 FF に出てくるゴブリンみたいな顔してたけどな。でもアスカキララ顔好きな人多いよね、女の子とかね。いや本当にね、あの FF のゴブリンってちょっと可愛い顔してんのよ。多分みんなが想像してるキモいゴブリンじゃなくて、目クリクリで鼻チューンって尖ってて、ちょっとあのビジュアルがいいんですよ。ファイナルファンタジー7のリバースに出てくるゴブリンとかね。うん、セラちゃんの悪口言うなよ。が悪口なんだよ。言ってねえよ悪口は、セラちゃんの。でもさ、みんなさ自然な顔が好きとかどうのこうの言うけど、アスカキララにさ左乳首コリコリされながらさ、右乳首チュッてされた後、下からさね、上目遣いでクリッてこっち見られて、今日しようって言われたら勃起だろマジで。うん、結局なんだかんださあーだこうだ言いながらさ、上目遣いで今日しようって言われたら勃起だろねえ、完全にだろ、当たり前だろねえ、おぼっきでしょ、おぼっき、ぼきはーとか言って、あーとか言って、ぼきはぼきはぼきのぼきの、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。